一般的に有酸素運動には痩せる効果があると考えられていて、中でも水泳は消費カロリーが抜群に高いとして人気な種目です。実際にダイエット目的でプールに行こうかどうか迷っているという人も少なくないでしょう。でもインターネットの口コミを見てみると、水泳を始めてダイエットに成功したという口コミもあれば、逆に痩せなかったとする口コミもあります。果たしてどちらの意見が正しいのでしょう。そこで今回は水泳のダイエット効果について説明していきたいと思います。これからダイエットを始めようと考えていて、水泳をやろうかどうか迷っているという人はぜひ参考にしてみてください。結論から言うと、ダイエットが目的なら水泳はおすすめしません。まあ、ウォーキングとかジョギングとか有酸素運動は他にもありますが、水泳に比べればまだこっちの運動の方がマシだとは思います。なのでダイエットのために有酸素運動を始めようと考えている場合は、家の近くで簡単にできる運動から始めた方がいいと思います。で、水泳がダイエットにおすすめじゃないというと、水泳は消費カロリーが高いって話も嘘なのっていう風に言われてしまうんですが、それは違います。水泳の消費カロリーが高いのは本当の話です。実際に厚生労働省が発表している健康づくりのための身体活動基準を参考にすると、体重60キロの人が1時間歩いた場合に消費されるカロリーは約200キロカロリー。同じ人が1時間プールでクロールをした場合に消費されるカロリーは約500キロカロリーになります。で、同じ人が同じ運動時間で消費されるカロリーが約倍以上になるわけなので、まあこの結果を見る限り、水泳は消費カロリーが高い運動ということになります。で、消費カロリーが他の有酸素運動よりも高いのにもかかわらず、僕が水泳ダイエットにおすすめしないよっていうのは、大きく2つの理由があります。1つ目は、水泳は継続しづらいということです。当然ですが、水泳を始めるためにはプールが必要で、日本でプール付きの豪邸に住む人は、まあそう多くありません。なので自然と泳ごうと思ったら、最寄りのプール付きの施設に通うことになります。で、そうすると自宅プール間の移動とか着替えとかシャワーとか運動以外の拘束時間がめちゃくちゃ長くなっちゃうんですよ。で、会社勤めの方は毎日忙しくて、少しでも自分の自由時間を長くしたいっていう人がほとんどだと思います。で、そうなるとスケジュール的にプールで水泳をするのは、まあ土日に 1,2 回がやっと、週に何回もできないんですよね、現実的に。あと、この水泳の運動以外の拘束時間っていうのは運動を継続する上で結構大きなハードルになるので、ダイエットのまだ途中なのに運動をやめるきっかけになってしまいます。なので、たとえ消費カロリーが少ないとしても、家の近くで気軽に始められて、週に何回やってもストレスが少なくて、運動以外の拘束時間が短くて継続しやすいウォーキングとかジョギングの方がダイエット向きの運動と言えると思います。で、二つ目の理由。まあ、これは水泳に限った話じゃないんですけど、有酸素運動でダイエットに不可欠な運動ってわけじゃないんですよ、そもそも。体重の増減は摂取カロリーと消費カロリーのバランスによって決まるので、まあ、運動によって消費カロリーを増やそうとするのは間違いじゃないんですけど、食事内容を見直して摂取カロリーを減らした方が効率的です。あと、運動に使える時間っていうのも限られているので、だったら有酸素運動じゃなくて筋トレを始めた方がいいと思います。食事管理と筋トレを組み合わせるのが最も効果的なダイエット方法で、それさえやれば有酸素運動わざわざやらなくても、体は細く引き締まっていきます。なので水泳をあえてやる必要性はあまり感じないっていうのが個人的なところです。で、今回は水泳がダイエットに向かない理由について解説していきました。水泳の消費カロリーが高いっていうのは事実なんですけど、継続のしづらさっていうすごい大きなデメリットを抱えているんですよね。まあ、すでに紹介した通り、食事量を抑えて摂取カロリーを減らせば済む話なので、有酸素運動の消費カロリー増やさなくても。だから個人的にはダイエット目的の人があえて水泳を選ぶ必要はないように感じています。まあ、昔水泳をやっていた経験があるとか、水に浮かぶとリラックスできるとか、水泳を趣味として好きで始めるなら問題ないんですけど、ダイエットが目的なら特別おすすめな運動というわけではありません。ダイエットを始めたら、まず食事内容を見直して、運動は筋トレを始めるようにしましょう。